東口和佐一宮駅は、千葉県調生郡一宮町一宮にある、東日本旅客鉄道外房線の駅である。JR 外房線は当駅を境にして、運行形態が変化するため、快速運転の多くが当駅を、始発、終着駅としている。起点の千葉駅から当駅までは、複線区間、当駅から虎見駅までは、単線区間となる。 単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを持つ地上駅。ホーム間はエレベーターを備えた個線橋で連絡している。改札は西口と東口の2カ所あり、東口は IC カード専用の改札口である。2020年度の1日平均乗車人員は2188人である。 近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り、市宮町の中心市街地に位置する。当駅は、東京、千葉方面からの快速電車終着駅であるため、駅周辺では、住宅開発が進みつつある。サーファーの聖地や別荘地としても知られるため、サーフショップやカフェ、宿泊施設などが、千葉県道30号飯岡か市宮線沿いを中心に点在する。 また、木造空き店舗をリノベーションした、サテライトオフィス鈴峰などサーフィンと仕事を両立できる複合施設が整備されている。小港鉄道によって運行されており、以下の路線が発着する。注釈出店。ありがとうございます。